バームーはエキゾチックな外観が特徴のショットバー。数百種類のボトルに囲まれた店内はめくるめく世界。お店を飾る鉄やガラスのアート作品は全てご主人ムーさんの手作りだそうです。ブラブラ歩いてこのバーを発見してしまいました、はい、仕上げに何か一杯飲んで帰りたいんですが、はい、目の前に大きなスイカがあって、はい、これはウォッカの瓶が突き刺さっております、はい、どういう状況なんでしょうか。今このスイカにウォッカをこうちょっと吸わしてるんですよね、ちょっと酔っ払いスイカにします。これはもうなんか飲みたいんですけども、はい、あぜひぜひ、割っちゃうんですか。このこう開けてそれですくうような感じでこれから出していくんですけど、いいんでしょうか。もちろんもちろんどうぞ。じゃあそれで、はい、ウォッカとスイカで何ができるんですか。モヒートですね。スイカモヒートです。ミントの入ったやつですか。はい、じゃあお願いします。はい、どうするんですか。いいですか。ごめんなさいね、ちょっと一人でやるとなかなか。スイカモヒートです。どうやって飲んだらいいんでしょうか。そうですね、最初はやっぱりスイカをガバッて舐めてもらってから、ガバッと舐めるんですか。食べてください。まずこれをガバッとですね、甘くて美味しい。少し混ぜていただいてストローで一回飲んでもらうといいかもしれないです。おいしい。あ、ありがとうございます。へえ、スイカモヒートって、はい、私は初めていただいたんですけど。あ、そうですか。スタンダードなんですか。いや、どうなんですか。うちはもうずっとこのスイカでいつもやってます。へえー、もうそのスイカの銘柄も決まってるわけですか。いや、そういうことないですね。一番でかいですよ、これって言われて、いつもこれ、特大ですね。それにウォッカを、吸わして、酔っ払いスイカにしてから。酔っ払いスイカ。はい。この時期だけのものですね、当然ね。そうですね。ああ、仕上げの一杯でちょうどいいですね。はい。あとスイカを食べていただくとちょうどいい感じ。スイカを。出ますよこれ。あ、そうですね。スイカ酔っ払ってますよこれ。なるほどな、これ初めてだけど。うわ、すごいスイカ。ウォッカ。美味しい。